日韓交流に興味を持ったきっかけは、大学1年生の時にジェネシス大学生訪日団と交流をして、もともと韓国の文化がとても好きだったんですけど、その交流を通じて韓国自体についても知りたいと思って、日韓交流のプログラムに積極的に参加するようになりました。高校3年生の頃に参加した国際交流のプログラムで韓国人に出会ったことでした。そこから大学に入学して4年間ずっと第二外国語として韓国語を学んでいました。中学生の時にハマった韓国アイドルの存在でした。そこから実際に韓国語を勉強したりですとか、韓国人と交流をするようになりました。2016年度에국가간청소년교류라는프로그램이었는데요그프로그램에참여해서저는2주동안일본에방문해서다양한사람들과만나고문화체험을하게되었습니다교류활동이이렇게재밌구나한일교류활동이라는매력에빠져버린거죠제가自分のきっかけは結構本当に些細なことで、今シェアハウスに住んでて、友達と一緒にリビングでこう愛の不時着見てたんですよ。僕が2012年、8年前に参加したなんかこう韓国のことをそう思い出したんですよね。なんかあの子元気にしてるかなとか、あの時こんな話したなとか、そんなことを思い出して、なんか急にこう韓国の友達に会いたくなったんですよね。だけどやっぱ今コロナでこう国と国の移動ってなかなかできないじゃないですか。なんだろう、オンラインのウェブのシステムだけあればだからまた会えるなと思って、あ、じゃあやってみようかなって思ったのが最初のきっかけでした。まあ、これを機に行って、日本語で言うと、まあ、この機会に何か、このきっかけに何かをしてみようみたいな言葉なんですよね。これを機に、この機会に、なんかもともと知り合いじゃなかった日本の友達も韓国の友達も、なんかこの機会に一緒に会って一緒に話をできたら、まあ、そこからずっとコチングだよねみたいな。今はこのコロナウイルスの状況でなかなか韓国に行くこともできないですし、友達と会うこともなかなかできないので、こういったオンラインでできる日韓交流や人との交流の機会はとても重要だと思うので、これからも様々なイベントを企画してたくさんの人と交流できたらなと思います。1:1의개인으로서일본사람이라든지일본의다양한부분에대해서접하고그리고한국사람으로서어떤의견을갖고있는지도발신을해나가면서다양한의견을이해하고알아가고같이하나의방향성으로나아갈수있는방향을모색하는그런활동들이되게중요하다고생각합니다자프리랜스ですね何ですかな女性として反省できない これからもぜひこういった社会人だからこそできる日韓交流というのを続けていきたいなと思っています。コロナ상황속에서한일교류활동이어려운만큼이러한온라인교류를개최해주어서감사하다는분도계셨습니다実際に開催された後にも振り返り会を行って、まあ、反省点であったり逆に良かったところっていうのをみんなで出していって、どん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 いいものをできるように努めています。なんか日本人も韓国人も関係なく、自分がなんか人生で悩んだ時、その悩みを相談したいなって思った時に、最初に出てくる友達が別に日本人でも韓国人でも別に他の国籍でもいいと思ってて、なんかそういうような友達ができたらなっていうのを思って活動してます。だから参加してくれる人たちには、なんかそういうこうあったかいつながりを作ってほしいなと思って、この活動をどんどんやっていきたいと思うので、ぜひご参加いただけたら嬉しいなというふうに思ってます。